大学の同級生に、日時を決めて前日から念押ししても来ないことが何度もあって、店を予約しても前売りチケットを買っても平気でドタキャンするようなやつだった。メールやら電話やらで催促しても返事はないし、その日の用事が終わった頃合いに、のこのこ連絡をよこしてくる。一応謝っては来るけど次もやる。全く反省してない。このあたりで分かってやってるんだろうな、と3回目からは思い始めたから、そいつだけ30分前の予定時間を教えたりした。来る時はそれでも遅れてくるし、やっぱりドタキャンしてくることも多かった。そいつにチケットをまとめて買わせる手段取ったけど、その日はそいつが来なかったせいで、一日が丸々無駄になったこともあった。後日、チケットを買い忘れたのを言い出せず、ついドタキャンしたと判明。そもそもドタキャンするようなやつだから、そういう対策は無駄だったんだけど。そいつのせいで、チケット代とか店の予約代とかの損害と、イライラ、いろんなものが積もり積もって。いつも巻き添え食ってた、俺と友達二人はやり返すことにした。まず、ドタキャンされたせいで無駄になった前売りチケット代や店の予約当日キャンセル料金を計算。あとは、バイト休んで時間都合してくれた友達の時間を時給換算。あと、俺たちの往復交通費と無駄になった時間かける県最低時給を計算。ついでに送ったメールの件数かける2円も加算。後半は、あれも、これもと乗っけまくったら、なかなかの額になったので、A の誕生日パーティーをやるということで、高級中華に連れ出した。万円のコースとサプライズプレゼントと言っておいたので、約束の10分前にホイホイ来た。上圧来ていたので、こういう時だけは来るんだよな、と、内心冷たい目で見てたけど、でっかいフカヒレとかでっかい北京ダックとか、あとは、ツバメの巣とか、いろんな珍味も出たりして、俺たちは、舌鼓を打ってたわけだけども、あらかた料理ができった時に、これつけて、と、A に目隠しをさせた。何何？って、ワクワク、声の A を残して、俺たちは、そそくさとその店を後にしたんだけど、一応、明細代わりの書き置きだけはテーブルに残しておいた。その後5分後くらいから、メールと電話がじゃんじゃん鳴ったけど、俺たちは、一斉に電源を落として無視。後日聞いたところでは、無銭飲食を疑われて警察を呼ばれかけたらしいが、親が来て代わりに払ってくれたらしい。A は、ふざけんなよ。なんで、こんな日になるんだよ。誕生日だぞ。って切れてたらしいけど、そんな誕生日にしたのは、お前の身から出たサビだから。本人に直接言っても聞かないから、かねてから、俺たちは、A の親に、クレームを事前に入れていた。経緯がわかるように明細も置いておいたので、俺たちだとわかってくれたそうな。それから、A ともども俺たちの家に頭を下げて回り、高級中華食ったのに、A 親さんからお金をいただいた。まあ、迷惑料でってことなんで受け取った。そのお金は、これから A に働かせて回収するらしいから、心配いらないとも。早めに謝ってくれたら、もっと穏便に済ましたんだけどな。フェイクあり。近所の子供のいる家庭で、うちわの花火大会を開こうということになり、ファミレスで打ち合わせをしていた。A さん、専業主婦。B さん、ご主人を亡くされて、子供と二人暮らし。C さん、この場には、いない年配の女性保険外交員。兄弟がいる場合は、二人分徴収するか等し、細かい予算や消防への届け等の話が済み、みんなで、甘いものも食べちゃおうか、頭使ったしねと、わきあいあいだったが、A さんが、じゃあ、ここは B さんのおごりで、と言い出した。B さんは、え？なんで？と、きょとんとしている。A さんは、だって大金持ちじゃん。いいな。どういうことかと詳しく問い詰めると、最近、C さんに、大口の保険を勧められた。B さんの名前は出さなかったけど、
C さんの顧客で、最近ご主人を亡くしたが、良い保険に入っていたため、慰謝料と合わせて3億くらいの遺産が入り、奥さんは働く必要もなく、子供さんを余裕で大学まで出してやれるだろう人がいた。だから、あなたのご主人ももこれくらいのに入っておくと安心よ。そこのご主人も若かったのにと言われた。C さんの顧客で、条件慰謝料ということで、塩氏は、事故と思われるご主人の年齢に当てはまるのは B さんだけ。そういえば B さんは、働いていない。間違いない。ずるい。となった模様。B さんは、羨ましいですか？主人は亡くなったんですよ。子供だって小さいし、あの子は、大きくなった時、父親の声も覚えていられないかもしれないんですよ。と声を震わせていました。私たちもドン引きで。ご主人が、妻子のために残したお金にたかるとか、頭大丈夫。あなたに、何の権利があって、遺産の一部、お茶代をもらおうとしているの？と冷ややか。その空気と B さんの様子に慌てたのか。うちの主人なんて、いるだけストレス。いない方がいい。3億と交換なら、いつでも喜んでする。B さんは、若くて綺麗なんだから再婚すればよい。新しいパパで子供も喜ぶ。新しいご主人にも保険をかけておけばよい。私なんて主人が生きているから再婚もできない。と、多分、フォローのつもりでわめいていた。ご主人を亡くしたばかりの人間に言う言葉じゃない。B さんは、私は主人が戻ってくるなら、いくらでも払いますよ。3億でも4億でも、と言って。伝票をつかんで立ち上がったので、みんなで、一人一人別会計にしてもらい、それぞれ支払いを済ませ、A さんの分は未払い。A さんを残して、ファミレスを出ました。C さんは、ザ・保険外交員という感じで、悪い人ではないのですが、ちょっと暴走しがちなところが多いので、本人はぼかしたつもりでも、ああ、あの人のことかな、と思う話を絡めて勧誘された経験はあります。花火大会の話は、今回の台風のこともあり、無期延期になりました。お金を集める前でよかったです。B さんと子供さんに、どうか幸福な人生が待っていますように。